まあ、イメージ勝手なイメージですけど、まあ、森さんが、まあなんかね、キャプテンっぽく盛り上げてそうですよね。ええわね。普通に、まあ、まだ怪我してあのお話したことはないんですけど、まあ、村瀬さんもここに絡んできて、でもまあケネもいじられ、でジョーさんも盛り上げて、でヤンとウォンは静かにやってるんじゃないですかね。タイガも静かに、これ静か枠ですね。で山ちゃんもまあ盛り上げるんじゃないですかね。まあ、こんなイメージですね、 A チーム。フォーメーションみたいな。フォーメーションになりましたね。ツートップで。ツートップの、はい。ウォンも静かスタート。多分3人静かと思います。で、B チーム。この 3人が揃っちゃいましたね。はい。この超仲良し3人組が。まあ、ここを、まあ、頭で、でこのうるさい山の井がいて、この山のこの同級生コンビが超うるさいと思うんです、まあ、ここも盛り上げ、まあ、ここ静かに見守ってるんじゃないですかね。で、日向も、まあ、みんなからいじられの、まあ、軌道もこんな感じですね、まあ、フォーメーション的には。で、これ静か、ここ静か枠ですね。はい。で、C チーム、まあ、やっぱ、もう勝手にもうここがやっぱね頭に立って、でもこうね北島が一人でいじられてるんじゃないですかね。でマサルがねどんな感じ、まあまあ、もともと静かなんでどんな感じになるか分かんないですけど、おっ可愛いと思うよ。この二人はもう確実にいじられて、まああとジュンはまあちょっと盛り上げる方やな。で和光とマサルが、まあ、静かに。でもミコはもうここらやな。こうやな。こんな感じっす。フォーメーション。どうすか。ちょっとこれ横並びじゃないですよね。ジュンがちょっと上です。はい。こんな感じです。こんなフォーメーションですね。これ上から盛り上げ役 あの静かに一番下の列が静かに見守る人たちです。よもき、まあ、きくさんやな。きくさんキャプテンでしょ。いやなんか村瀬さんが良さそう。北島どうせいじられるんで。